モーリス・シャールは、フランスの牧竜図圏生まれの空軍軍人。1961年4月22日に、アルゼで発生した将軍たちの反乱の首謀者の一人。陸戦にも造形が深く有能な空軍指揮官で、あったが、思ったことをすぐに口にする性格であったとされ、一度、昇進の機会を逸している。1924年頃のシャール1923年。 サンシール小駅団士官学校に入学。1925年に少尉に任官する。卒業後は空軍の入隊、パイロットの訓練を受ける。1932年に大尉に承認。1937年に空軍大学校に入校。1939年7月に空軍参謀本部員になる。1940年。 フランス北部の空中戦に参加、レジオンドヌール勲章を授与された。1940年6月のフランス休戦後、アビニオンでビシーフランス空軍の2、14偵察戦隊の指揮官となる。ビシー政府の支配地域である自由地域がドイツに占領されると、レジスタンス組織、軍事抵抗組織に参加。ギというコードネームで活動し、 1944年5月には、ビシーフランス空軍士官の立場を利用して、ドイツ空軍の重要な秘密文書をロンドンに送った。この功績により、ウィンストン・チャーチルイギリス首相から感情を送られた。ノルマンディ上陸作戦後、爆撃戦隊の検査官となる。1947年、空軍参謀本部へ移動。1949年、彼は、順将として、 モロッコ保護領にて、フランス空軍の指揮を取る。1953年、航空船が校長に就任。少々に承認後、1955年に、統合参謀本部次長となる。大将に指名をされると、空軍部隊司令官として1958年10月1日に、ラウル・サラン・アルジェリア中流軍司令官の指揮下となる。ギーモレ首相とは、 親密な仲であると知られ、彼の要請によりシャールは、モーリス・ブルジェス・モヌーリ、クリス・チャンピノーと共に、フランス代表派遣団として、ナーセルによる、スウェズ運河の国有化に対する抗議のため、セーブル三者会談に、フランス代表団員として参加。サラン将軍の突然の変身の後、シャールは1958年12月12日に、アルジェに戻り、 第10軍艦区総監に就任し、民政を担当するアルジェリア総督代理には、ポール・ドルーブリエが就任した。この人事により、アルジェリアにおける軍政に終止符が打たれることとなった。FLN に対する大規模構成を仕掛けるも、戦術的には、勝利を収めていたが政治戦略的には、戦果はかんばしくなく、1960年1月に、辞任。 NATO 中央欧州連合軍司令長官となる。事実上の懲罰であった。1961年4月21日に、将軍たちの反乱を起こすも、失敗し投降。逃亡先で逮捕されたアンドレ・ゼレール将軍と共に、高等軍事裁判所において、禁庫15年が言い渡され、パリの軍事刑務所に収監される。 1966年12月に保釈されて、1968年にドゴールの匿名によって御社が行われる。回想録、我々の反乱を記した後1979年に1月18日に亡くなった。ありがとうございます。